はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きと一貫です。今回はですね、ちょっとワンフェスの動画を一回お休みさせていただきまして、最近予約開始されましたフィギュアのね、新作情報をチェックしていきたいと思います。で、まずはこちらアルターから見ていきたいと思うんですけれども、出ましたね。FGO フェイトグランドオーダーからアベンジャージャンヌダルクオルタの歌方の夢バージョンが7分の1スケールで出ております。いやー、出ましたね、アルターのジャンヌダルクオルタ。いや、懐かしいですね。僕も前にね、アルターから出てるジャンヌダルクオルタ、 YouTube を始めて2年目か3年目ぐらいかなにレビュー動画を作っているんですけれども、いや、今でもね、覚えてますよ。なんかドライアイスを使って結構ね、凝った動画を作ったんですけれども、で、あれがね、ちょっと立ち姿で結構てか相当なボリュームだったんですよ。ただ価格はね、まだその時期的に今ほどは高くなくて3万円だったと思うんですけれども、ただ今回のこのジャンヌダルクオルタはこのようにお座り系なんですよね。いや、まあお座り系でもかなりのね、大きさ迫力があるんですけれども、でも なんだろうこれの方がでも飾りやすいかどうかっていうと、この広がった髪の毛とか衣装とかがあるから、まあそのやっぱり飾る場所ね、面積は取るとは思うんですが、ただね、なんだろう、パッケージが小さくなったりするのかな。ジャンヌダルク前のに出てるね、ジャンヌダルクオルタの箱買った人ならわかると思うんですけど、バカでかかったんですよ。それが多少小さくなるのかなっていう感じはするんですけどもね。ただね、お座り系なんですけれども、7分の1スケールなんですよ。ただこれをね、6分の1スケールにすると、やはりいろいろなものがついているので、髪の毛のボリュームとかもあるので、まあやっぱりね、すごいことになってしまうので、ここは7分の1に抑えたのかなっていう感じなんですけれども、で、顔のアップとか見るとね、すごい美人なんですよね。なんかジャンヌダルクオルタってきつそうというか、すごいというか怖いというか、なんかそっちの方のイメージが僕の中では強かったんですけれども、これね、顔の、アップで見るとすっげえ美人なんですよ。なんか繊細で、まあこれさすがのアルタの造形だからなのかもしれないんですが、いや、これもね、だからこれはね、ジャンヌダルクオルタファンにとってはこれもね、外せないフィギュアになると思います。ただですね、お高いんですよ、こちらが価格がなんと 37,180円と税込みで、いや、もうだからこれぐらいするんですね。でもまあ7分の1って、まあ、お座り系とはいえね、これだけのボリュームなので、まあこれぐらいの価格になるのは仕方のないところでしょうかね。で、こちらが現在予約受付中となっておりまして、予約するとこれは来年ですね、2025年の1月に出荷される予定です。で、同じくアルターからですね、こちらはガラッと変わりまして、レールガンの触法岬、トラビキニバージョンが、こちらね、同じくお座り系フィギュアなんですが、6分の1スケールで出るようです。いやー、これは売れそうだな、これは売れそうだ。まあ、やっぱりね、お座りフィギュアでムチムチ系のね、まあ、こういったさっきのね、ジャンヌとは違って、体、ボディをね、こう、目いっぱいこう、アピールするフィギュアであれば、やっぱりね、最低でも6分の1は欲しいんですよね。いや、これはね、もうね、なんか、レールガンもこの人が出てきてからっていうか、この人が活躍するようになってから、この人のフィギュアばっかり出るようになりましたよね。ちなみにね、昔ね、この2人、なんだっけ、ウィハルと、サテンさんね、この2人のフィギュアがね、かなり昔に出てまして、僕もね、これ買ってるんですよ。で、これが確かね、8分の1スケールだったと思うんですけれども、まあ、この頃ね、レールガンが流行ってて、で、他のメーカーからもフィギュアとかいろいろ出てたんですけれども、ただ なぜかね、アルタから、主人公の美坂美琴と、あとその相棒の、白井黒子が出ないんですよね。あの2人を出さずに、触法岬を出すと、やっぱりね、まあ、格差社会なんでしょうね、おっぱいの。やっぱりむっちりしてるというか、おっぱいがある方が出るんでしょうね、まあ、いろんなものがね。で、これ、トラビキニということなんですけども、トラビキニっつったらね、もううるせえやつらのラムちゃんじゃねえのかっていう感じなんですけれども、もうこれ、髪の毛を緑色に染めたらね、もうそのままラムちゃんですよね。
いやでもこれはいいですね、これはいいですね。もうなんかこのムチっぷりこのボディの柔らかさね、ただでかいだけじゃなくて柔らかいところがいいですね。特に僕はね、後ろからのこの眺めがいいですね。これは僕買っちゃおうかな、買っちゃおうかな、どうしようかな。ちなみにお値段がですね、税込みの 21,780 円ですね。うん、いやーまあ新たも高くなったね。一昔前はね、これお座り系のフィギュアはね、もう大体これで 14,000 ぐらいだったと思うんだけれども、そのまた一昔前はね、1万円すら言ってなかったんだけどね。うん、これも時代の流れだよね、仕方ないよね。でこちら予約をすると今年ですね、今年の11月に出荷される予定です。で変わりまして、ここからはことぶき屋さんですね。ことぶき屋さんからは、影の実力者になりたくてからデルタエンディングバージョンが7分の1スケールフィギュアで予約開始されてます。あの影の実力者になりたくてはね、最初僕見てなかったんですけど、まあ視聴者さんがね、面白いから見た方がいいですよと言われてちょっとね見たんですが、実はね本当はね最初ね2話切りしてたんですよ、あのアニメ。あの1話は面白かったんだけど、2話になって完全に、あ、これハーレムアニメだなと思ってね、そこでちょっともう見るのやめちゃったんですけど、でもね騙されたと思って見続けたらね、なんか面白いんですよね。うん、なんか意味のない面白さがあるんですよね、このアニメ。なんか不思議なんですけれども、で今回のこのデルタのエンディングバージョンなんですけど、これあれですね、エンディング、まあエンディングもなかなかいいんですよ。こうだん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 こうシルエットがね濃くなってきて、最後こういう形になるっていうような、ちょっと見ないとなかなかわからないかもしれないんですけども、でデルタってこう今ね、これハンバーガーを食べているんですけれども、まあちょっとなんだろう、こういろんないるんですよ、いろんなこうキャラが、あのハーレムハルムというか美少女がいる中で、この子がね、まあ食いしん坊でかつ暴れん坊で、まあなんか一番バカみたいな、まあ、だから一番キャラがあの濃いキャラなんですけれども、あの普段はねスライムでできたあのなんかウエットスーツみたいなの着てるんですけれども、あれね肌面積が少ないからなのかな、僕はあれも好きなんですけれども、ただあれだとね肌面積がやっぱ少ないから売れないのかなっていう感じもするので、今後はねこういったこう肌の露出の高いバージョンのものがね出てくるんじゃないかなとは思ってます。まあでもね、今回このデルタが出たということで、他のキャラもねガシガシと出てくるんではないかと思います。でこちらのフィギュアの価格がですね、スケールは7分の1で価格が 19,800 円となっております。まあ、ことぶき屋さんももうそんなにね、他のメーカーとはあんま変わんないですよね、価格も。でもこれあれですね、これハンバーガーが、1,2,3,4,5、食ってるの合わせて6個か。包み紙もついてるんでね、まあ、その分ちょっとお高くなってるのかな。で、こちらよくすると、これは早いですね、今年の9月に出荷される予定です。ただですね、ご注意ください。こちらね、ことぶき屋ショップで予約をしますと、この、表情変えパーツがついてきますので、この笑顔で、満面の笑顔でね、ハンバーガーを食べてるあのデルタが欲しい方は、あのことぶき屋で買ってください。ただその表情変えいらなくて安いの欲しいよっていう方はね、 Amazon とかで3000円くらい安くなって売ってますので、そちらの方もチェックしてみてください。で同じくことぶき屋さんからは、あの今ねアニメ絶好調のフリーレンが出るようです。こちらもスケールは1/7。いや、フリーレン、本当面白いですよね。僕も今、もうドハマりで、ドハマりしてて、もう前も言ったかもしれないですけど、あの、アニメ側から、まあ僕はね、アニメからハマったんですけれども、あの、原作漫画も買ってですね、前回読んでます。はい。ただですね、フリーレンは、あの、原作、アニメともに面白いんですが、まあ、フィギュアはどうなんだろうな、と思うところが一つありまして、まあ、エルフですよね。エルフなんですけども、これ、真っ当なエルフで、まあ、最近流行りのエロエルフではなくてですね、あの、おっぱいもぺったんこですし、肌面積もほぼないと、もう顔ぐらいしか出てないんですよね。まあ、足もタイツとか履いてますしね、うん。まあ、エロ要素が皆無なだけあって、これがフィギュアとして売れていくのかどうかというのが、まあ、ちょっと懸念材料ではあるんですかね、うん。だからどっちかっつうとこの手のやつは、プライズ系あっちの方がね、ガシガシ売れるような気はするんですけれどもね、うん。ただ僕はね、まあ、どっかのやつ1個は欲しいかなとは思っているんですけどもね。で、このことぶき屋さんのやつはシンプル、まあ、ベーシックな形で、台座がね、このあの、お花ですね。これは魔法で、あの、お花畑にする魔法でしたっけ?かなんかをこう連想させるような台座になってて、これがちょっといいですね。
で、こちらの価格がですね、税込みの 19,800円となっておりまして、予約をするとこれがですね、これも早いですね、今年の10月に出荷される予定です。で、こちらも気をつけてください。こちらもですね、コトヨピギアショップで予約をすると、この表情替えパーツがついてくるそうです。まあ、若干にやけた表情なんですが、まあ、できれば僕としてはね、この、おなじみのこのしょぼん顔ですね、これをね、まあ、してほしかったんですが、ただね、これにすると髪型とかも、変えなくちゃいけなくなるのかなということもあって、まあ、あとポージングもね、体のなんかその ボディの方も変えなくちゃいけないから、そこはやっぱり断念したのかなと想像はできるんですけれども、だからこちらもね、その表情替えパーツいらねえよって方はね、他のアマゾンとかで3000円くらい安くなってますので、まあそちらの方もチェックしてみてください。で、そのコトプキ屋さんですが、まだあります。これがですね、SNK 美少女アンヘル。これがね、ザ・キング・オブ・ファイターズ2001って多分格闘ゲームなのかな。僕はちょっとわからないんですけど、多分そういう、なんかストリートファイターとかそういう感じの格闘ゲームのキャラなんじゃないのかな。で、そのキャラを今回もですね、寿屋さんなので、イラストレーターの山下俊也さんがアレンジして描かれたものだと思います。で、これがね、結構売れてるみたいですね。うん。僕もね、山下俊也さんのこのシリーズ、美少女シリーズ好きなんですけれども、ちょっとね、日本のアニメとは違って、日本のアニメって瞳が大きなのが特徴的じゃないですか。それとは違って、こう、アメコミ風ですね。瞳がちっちゃい感じのキャラになってて、だからこれね、刺さる人と刺さらない人にはっきり分かれるんですけれども、で、こんな感じでね、結構ね、お胸のアップとかが多めになっているんですけれども、こういう感じになってて、まあ、筋肉質の可愛い美少女っていう感じですかね。いい体してますよね。うん。まあ、こう、だらしない体ではなくてですね、こう、引き締まった体ですね。うん。で、こちらのスケールが7分の1で、販売価格が税込みの 18,700円となっております。このシリーズはね、結構最近までね、安かったと思うんですけれども、これももう今時の価格になっちゃってますね。で、こちら予約すると、これも早いですね。今年の10月に出荷される予定です。で、こちらもですね、同様に、寿屋ショップで購入しますと、表情替えパーツがついてくるそうです。これはなんかちょっといやらしい顔ですね。これはね、ぜひ寿屋ショップで買った方がいいと思います。で、すみません。こちらがですね、クレーネルさんの錦木千里のハワイバージョンなんですが、これですね、前回以前にイベントの動画で紹介してるんですけれども、その時に、これから予約開始されるものっていう風にもしかしたら紹介してたのかもしれないんですが、これもうとっくにですね、予約開始されてまして、現在予約受付中でございまして、去年の暮れか今年の初めぐらいから予約開始されてるんですよね。すいません。で、その、昨日かな、錦木千里、くすまさんのフィギュアのレビューをするにあたって、もう一回ね、テレビの方も一度見直したんですけれども、これ、最終回に、こう、千里着てるんですね。これ、全く同じ衣装。っていうか、実際に奴ら、ハワイに行ってるんですよね。みんな揃ってハワイに行っているんですよ。で、その時に着ていた衣装を、今回ね、クレーネルさんの方でフィギュア化してると、まあ、そういうことでございます。で、スケールは7分の1となってまして、販売価格が税込みの16,940円なので、結構ね、これね、物の割にしてはね、結構安いんですよ、これ。うん。で、クレーネルさんも、まあ、もともとリボルブさんなんですが、クオリティにはね、定評があるので、これなかなかいいんじゃないかなと思います。うん。ただですね、同様にですね、井上滝菜のハワイバージョンも7分の1スケールで、予約受付されているんですが、こちらは作中では来てないんですよね。うん。滝菜は来てないので、まあ、これは、その千里のやつの、カラー色を変えた、まあ、感じで、まあ、同じデザインということで、フィギュア化されたということで、だからファンからするとね、特に滝菜ファンからすると、これね、余計に嬉しいんじゃないでしょうかね。うん、まあ、滝菜も来てくれたと、そういうことでね。で、滝菜の方も価格は同様に、16,940円となっております。これ安いっすよね。7分の1スケールで、この結構ね、下のスカートの部分もひらひらとこう造形がね大きく広がっているので、これで17,000円しないっていうのはかなりねお買い得だと思います。なんかグスマさんのやつもそうでしたけど、なんかこのリコリコのフィギュアって結構全体的に価格安めですよね。で、こちら予約すると、ともにですね、今年の12月に出荷される予定です。これもしかしたら予約したら一緒に届くんですかね。
ってかれまして、こちらがマックスファクトリーさんなんですが、これね、これもイベントの時に紹介してると思うんですけれども、まあ、忘れないようにね、もう一回しつこく紹介するんですけども、北川マリンの7分の1スケールフィギュアとなっております。制服ですね、コスプレではない普通のね、いつもの制服姿のフィギュアとなっております。でこれね、まあアニプレさんからも出ているんですけれども、今回はマックスファクトリーさんということで、まあまあまたね、その高いクオリティで出されると思うのでね、これもね、北川マリンファンの方はね、これ絶対買わなくちゃいけないフィギュアですね。はい。でこれ公式の方からもね、このように画像が出ておりまして、イベントではね、映せなかった後ろからのね、バックショットもなんかも見えますので、これね、これを見てね、またね、欲しいなと思う方も増えてると思うんですが、さらにですね、僕のね、サービスショットの方もありますので、まあこれを見たらね、もう購入不可避だと思います。でこちらの価格が 16,800円ですね、税込みの。まあこれもね、結構安いですね。でこちらは予約すると今年の12月に出荷される予定です。でこちらがガラッと変わりまして、こちらがウィングスさんからアズールレンですね、アズレンのパーシュース、こちらが7分の1スケールフィギュアで予約開始されています。いやこれすごいですねうまいですね。まあアズレンなんだけど、なんだろう、まあおっぱいもね、アズレンなんでおっぱいもでかいんですが、それよりもこの衣装ドレスのこのボワッと広がってる感じがすごいですね、これね。あーでこれなんかこう広がった画像で見ると、後ろになんかついてるんですけれども、これ空母パーシュースって空母なんですかね、どこだろう、どこの国の空母なんだろう、まあ、空母じゃないのかもしれないですけど、でもなんか空母の甲板みたいに見えますよね、後ろのこの広がってる羽みたいなやつが。で後ろから見るとなんか上の方に地球儀みたいななんか球体みたいなのがあって、でさらにこれよく見ると左肩になんかわしわしだよねちょっとわかんないけどが肩に乗ってると、これどういうこと、これパーシュースってなんか日本なんかそのフランス語でタカとかワシとかそういう意味違う、なんかすごいね。で右手にはなんか槍みたいなの持ってますねなんか戦う気満々ですね。で台座の方もね、なんかピンク色のクリアになっているし、なかなかね、これ髪の毛の色に合わせているのか、そうかそうか。で髪の毛もね、ブワッと広がってて、これかなりすごいですね。ただですね、まあすごいだけあって価格の方もね、すごいことになっております。税込みの 33,895円ですね。まあすごいと言ってもね、今時この造形になればまあこれぐらいの価格はしますよね。うん。で予約をするとこちらがですね、来年ですね、2025年の3月に出荷される予定です。で変わりまして、こちらもアズレなんですけれども、こちらがですね、アリス・グリントから発売されます、ジャンヌ・ダルク、なんだこれ、ソーローで読み方合ってますの映画聖女ということになっておりまして、これはガラッと変わって、なんだろう、あでもなんかアズレなんだけど、ロリ系のアズレなんだけど、ちょっと父はでかいなでもなんだっけ、アリス・グリントってなんかそういうロリ系のフィギュアを出しているところじゃなかったっけ、違ったっけ、なんかそんなイメージがあるんですけれども、さっきのとは打って変わって、なんかこうなんだろう、天使みたいな感じ、天使というかマーメイドみたいな感じなのかな、これ画像がそういう風に見えてるのかもしれないですけど、まあでも着ているものはビキニですね。うん、非常に、特に下の方が面積の少ないビキニになっておりまして、まあ可愛くは見えるんですが、後ろから見るとですね、この、なんだ、ドレスのようなものがクリアパーツでできていて、かなりね、透けて見えてますね。はい、お尻の方がね、T のバッグみたいな感じになってるのがわかりますね。あざといですね。なんだろう、顔がね、なんだ、僕にはね、窓まぎのトモエマミみたいな感じにも見えるんですが、すいません。でこちらもですね、価格の方が税込みの 29,700 円と約3万円となっております。でこちら予約をすると、今年の9月早いですねに出荷される予定です。でもう一個ね、アズレンいっちゃいます。こちらがアニゲームから、予約開始されてます、インプラカブル、なんかちょっと言いづらい名前な、これどこの国の船なんでしょうかね。でこれもアニギフトとかじゃなくてアニゲームって紛らわしいんですけども、これも多分中国のメーカーなんでしょうね、多分ね、おそらくね。ただね、フィギュアの方はがっつりとアズレンです
もうね、パイパイがね、でかくてね、で、そのパイパイに、こう、ネクパイとなって、あの、ネクタイがね、挟み込まれてて、ネクパイになっていると、これもアズレンではおなじみですね。うん。これもう一発でわかりますよね。一発で、これ、アズレンっていう名前しか知らない人が見たフィギュアでは、もう一発でこれはアズレンのフィギュアだろうとわかるようなフィギュアになってますね。で、こちらのお値段が税込みの 24,200円となっておりまして、こちら予約をすると、来年ですね、2025年の3月に出荷される予定です。で、行かれました。こちらが渋谷スクランブルフィギュアさんから、デートアライブの時先くるみ、完服バージョンが予約開始となっております。スケールは7分の1となってます。いや、来ましたね。またすごいのが。これもなんかすごいけど、きっとお高いんだろうな。いや、すごいよ。でも、なんだろう。久々になんか、まあ、そうでもないけど、でもなんか久々になんか、シフさんの時崎くるみのまたすげえフィギュアを見たような気がするんですけれども、今回は完服ですね。で、なんか色もなんだろう、時崎くるみって赤じゃないですか。なんかこうシンクの赤っていう感じがするんですが、今回はなんかオレンジ色っぽいんですよね。ちょっとこう淡い色になっていて、で、その完服も渋沢さんらしいクリアパーツを使っていて、かなりね、透明度が高くて、こうクリア感というか透明感のなんかこういう軽いふわっとした雰囲気が出てますよね。いや、相変わらず綺麗だな。彩色が本当に綺麗で、後ろになんか大きな扇子みたいなものがあって、そこになんか花みたいなものが書かれてますね。まあ、おそらくね、中国とか、まあ、完服だからね、中国の、まあ、花、有名な花とかなんでしょうかね。春に咲く花とか、そんな感じでしょうかね。で、なんか髪型もすごい凝ってますね。これどうなってんだろう。なんか特別の、これもな、中国っぽいっちゃ中国っぽい感じなんですけれども、そういう編み込みになっていて、そこになんかたくさん花飾りがついていると。で、あれですよね。デアラも5期。春から5期ですよ、5期。もうテレビアニメ5期ってすごいですよね。2期、3期まで続きはすごいのに、なんか5期まで続いてるアニメってどういうことなのよって感じなんですけれども。で、こちらが現在予約受付されてまして、価格がですね、税込みの38,500円となっております。まあ、さすがのね、渋スク価格となっております。で、こちら予約をすると、これ早いですね、意外と。今年の9月には出荷される予定です。で、買ってこちらがですね、ちょっと僕の個人的なあれで申し訳ないんですけれども、そんなことはないか。ブルーフというメーカーさんから、メゾン一国の音無京子、ウィズ総一郎さんが予約開始となっております。こちらスケールは7分の1です。いや、これね、これなんですよ、これなんですよ。僕はメゾン一国が大好きでですね、漫画も大好きで、アニメも大好きなんですけれども、いろいろとね、京子さんのフィギュアは出ているんですけれども、このね、ピヨピヨエプロンを着た、シンプルな、京子さんのフィギュアがですね、まあ、プライズ系、しかもなんかね、出来がクソ悪いプライズ系しか出てなくて、これのなんか出来のいいスケールフィギュア出ねえかななんていうことをね、まあ、何度か昔言ってたんですけども、それがね、ようやく出ることになりまして、で、総一郎さんもついていると、さらにその総一郎さんはですね、この通り、キャストオフと言いますか、犬の小屋から出した状態にもできるという、だからこれ代わりにですね、天才子役のですね、重曹を舐める天才子役とかを入れることも可能であると、まあ、そういうことになっております。まあ、入るかどうかは実はわかんないですけどね。で、ちゃんとね、台座の方もこの一国間の表札がついていたりと臨場感もあってね、これなかなか良さそうですね。で、こちらのお値段が税込みの 25,300円となっております。ちょっと高えな。これもうちょっと安くならないのかな。でもね、意外とこういうのね、プレネになるんですよ、こういうのは。なんていうか、流行物ではない作品のキャラクターのフィギュアってね、長いスパンで考えると5年後とか10年後にはね、とんでもない金額になってる可能性がありますから。で、こちら予約すると今年の10月に出荷される予定です。で、借りまして、ここからですね、ポップアップパレードなんですけれども、マックスファクトリーさんのホロライブプロダクションのシシロボタン、こちらが現在予約受付中となっておりまして、結構ね、これが売れまくっているっぽいですね。はぁ、あ。僕すいません。相変わらず VTuber によくわからないんですけれども、この子はかなり人気、まあ、ホロライバーはみんな人気あるんでしょうけれども、この子がね、めちゃくちゃ売れてるっぽいですね。で、価格が、税込みで5500円で、多分多少割引あると思うので、まあ、価格的にもね、売れているんだとは思うんですけれども、でもなんだろう、僕は詳しくないからあれなんですけれども、結構なんだろう、かっこいい系の服、なんかタイトな格好、ミニスカートだし、それに、ダークな色の、
あのジャンパーみたいなの羽織っていて、かっこいい系ですね、この子ね。なんだろう、歌う系、かっこいい曲を歌う系とかの VTuber なんでしょうか、全然違うんでしょうか。で、こちらがですね、予約をすると今年の7月に出荷される予定です。で、さらにポッパレ、これはね、グスマさんの方なんですが、ダンジョン飯のマルシルですね。これね、僕買いますね、これは買いますね。これは買うわ。もうダンジョン飯面白くて、毎週毎週楽しみに見てるんですけど、これよくできてるな。うん、あのまあ露出、肌の露出はもうほとんどないんですけども、この子なんかね、いろいろこう髪型とかをね、頻繁に変えたりして、作中とかでもで、衣装なんかもね、このコートを脱いだりとか、あの寝巻きになったりとかで、結構ね、バリエーション多くてね、可愛いんですよね。で、このポッポレがね、やたらよくできてて、しかも価格がですね、税込みの4800円なんですよ。めちゃくちゃ安くないですか。まあ、あのプライズ系に近いフィギュアなんでね、クオリティはまあこのデコマス通りにいくかどうかまた微妙なところではあるんですが、まあでも価格的にね、そこら辺は、まあ、文句の言うところではないと思うので、もうこれは僕も買いますね、これ間違いなく買いますね。で、こちらよくするとこれも早いですね、今年の7月に届く予定です。で、これね、あのグッスマ上海のポッパレなんですけれども、カードキャプターさくら、クローカード編の着物とさくらで、めっちゃ可愛いと。これは可愛いですね、これは可愛いですね。まあ、さくらのフィギュアもいろいろね、スケールフィギュアもたくさん出ているんですけれども、このポッパレのやつもまあ可愛いですね。で、これですね、あの例のあの写真をカシャカシャ撮る女の子、大道寺智代ちゃんっていうのかな、この子も一緒に出るようです。この子あれですよね、写真撮ったりビデオ撮ったり、あと衣装もなんか作ったりするんでしたっけ。なんかお父さんが玩具メーカーの社長かなんかなんですよね。だから僕が仮にね、この子だったら、まあまあもう写真撮りまくるんですよね、さくらちゃんのね。キモいですね。で、こちらともにですね、価格が税込みの4800円となっておりまして、予約をすると今年の9月に出荷される予定です。で、なんとこれもポッパレなんですけれども、グスマさんからオーバーロードのアインズウールゴンが出るようです。そうそうそう、あのアルベドとかね、シャルティアが出ていたから、まあ、アインズもね、当然出るだろうとは思っていたんですが、もう別格ですね、別格。これあのポッパレなんですよ、ポッパレなんですけれども、価格がですね、なんと税込みの1万2000円となっております。まあ、もう普通のスケールフィギュアの価格と変わんねえじゃんって感じなんですけれども、まあでもそうですよね、もう大きさが全然違いますから。これ隣にいるあのシャルティアとかアルベイドのシャルティアのもう倍ぐらいでしょ、体積的にはもう4倍ぐらいになってるんじゃないのかっていう感じですからね。うん、まあそれは高くなりますよね。だってアインズのこの造形のフィギュアを、スケールフィギュアを7分の1で今出したとしたら、多分ね5万円ぐらいになるんじゃないかと思うので、まあそう考えるとですね、まあポッパレで安く買えるというのは、まあ安くはないですけどね、まああのファンの方には嬉しいんじゃないでしょうか。で、こちら予約をすると今年の7月に出荷される予定です。で、これもですね、僕がとても楽しみにしていたグスマさんのポッパレなんですけれど、岩倉光美と島宗介が揃って出るようです。これあれ別に別々で買うこともできますからね。いや、スキローね、もう僕大好きでね、原作の漫画の方もね、今読んでいるんですけれども、いいですよね。ただね、今年の正月に地震あったじゃないですか。で、珠洲市、あれがね、このみつみちゃんの実家の舞台となっているところなので、それでね、いろいろとまあもやもやとするところもあるんですけれども、まあでもね、だからね、そこら辺ね、なんかこれを買えばね、その復興の支援になるってわけではないけれども、でもなんか遠く、なんか遠藤くそれに関連するような気はするので、まあなんかそこら辺でね、買おうかどうか迷ってる方はね、その、まあ、作者の方もその珠洲市の近くに住んで、まあ、実家があるらしいので、まあぜひね、買っていただければと思います。まあ僕が言うことではないんですけれどもね。で、こちら価格がですね、なんと税込みの9600円、これ2人セットで9600円ですから、で、できればですね、これ単品ではなくて2人セットで、まあファンの方であればね、もうセットで買うと思うんですけども、こちらセットで買ってください。多分セットで買った方がね、パッケージも変わってて、いいと思うんで、まあ、ぜひぜひセットの方をおすすめいたします。予約するとこれは今年の7月に出荷される予定です。はい、ということでちょっとね、長くなってきましたので、今回はここまでといたします。で、今回もね、紹介したフィギュアの予約先は全部ね、下の説明欄にリンクを貼っていますので、気になった方はそちらからチェックしてみてください。